はい、えー、今回から「えー、有段者講座」という、えー、タイトルで、えー、この講義をやっていきたいと思います、はいえー、と対象は、まあ、3段以上から、まあ、56段の方でもあの勉強に,になるような図を、えー、載せていきたいと思います、はい、なので、まあ、簡単な、まあうん、分かりやすい、うん、参考図はあの省略することもありますので、はい まあ最近そうですねこうやってここに覗く手がね、あのー、最近よくあの出てきましたが、あのー、この意味をねちょっと解説したいと思,思いますはいまず、まあ、つなぎがね一番普通ですよねつなぐとこうなってこうなってこういう別れがあるんですけど、はいまあ、白の、あのーうん、利点としましては 黒にこののけから、ね、ここ手を、あのー、防いでる意味がありますねこれは今これでないですから、まあ、これを省いてる、あのー、これをさせない意味がありますね、まあ、普通にこうやってやると、まあ、後に、ね、こういうのが結構有力な狙いになってきますので、はいまあ、それを防いでる意味がありますよね。はいまあ、ただ、まあ あの悪手な意味もありましてこうなっていればあ後にこ,こういうとこつけてみたり、まあ、ここに、ね、挑んでる挑んで滑るときとかだいぶ違ってきますのでまあ,あの一概に、あのーああのー、これが、ね、得かどうかは言えないんですけど、うん、悪手になる可能性もあるんですけどねでも一応 あの白の言い分としては、この手をなくしているっていう意味があります。はい。まあなので、まあそれが一つですね。でまあ、今になれば、まあ白も結構いいんですけど。まあこれですとね、あのー。今度ここ黒も受けない。ことが多いですね。はい。まあ黒はまあ単にこっちらに打つ。にしまして。 まあ、隅打つならねこうやってこう打ちたいわけですよね。はいこうやって打ちたいのであのー、普通にまあ強い方ですとねほとんどここに受けてくれるってことはまずないのであのー、真っ白もねあのー、そこは分かってないといけませんね。はいで、まあ まあどなんかこうやってもしこうやってきたら、まあ、白のここの狙いとしましてはね後でこうやって、えー、白からこうやってこうやってこれではつまんないんですよね白も、はい、なのでこうやってきたらこういうとこつけて、あのー、打っていきたいです、はい、うんとこの意味はそうですね まあこうやったらまあこうやってねこういうような手を狙ったりもしこうやったらこうやってねなんかこっちで変わるような図とかはいまこれがねあとの狙いとして残りますのではい、ですねはいであとまあ4の手で今度こちら側ですね ここ形を決めない意味とし,てしましてはここに打ちたい意味があります。はい、でこうなった時にもしこういう形になるとこの1と2の交換が、ね、非常に悪手になってきますんで、はい、こういう形は打てないですね白も。まあ、なので、まあ、このあとどうするか難しいんですが、まあね、こういう狙いとか。 うん、まあこっち開くとかねちょっとねこの交換が白を利かしてるかどうか微妙なのでね三3にまあこれがない,ない時ですとねこうやってまあこういう形はねよくまあ、ここでこうやったりするんですけどうんまあこうなった時にねこの交換が黒白にとって悪手だ の可能性もあるんですよね単にこう打ちたい意味があるのではいなのでまあそうですねこの5六の手を悪手にさせる意味であのー、2と打ちたい、あのー、局面でもありますのではい <laughs> ですねはいまあなのでこの時代は、まあ、継がれたとしても まあ白もいい巻き返しかどうか難しいのでうんあのまあそうですねまあこういう手もあるんだなというぐらいで知っておいてもいいと思いますね。はいまあ一応そういう意味のまあ大きな意味はこのちょんちょんのねこれをなくすっていうことで打つことがまあ多いですかね一応はい。次回は一応ここにこすみつけた まあ変化をね少しやってみたいと思いますはいじゃあこの講義はこれで終わりにしたいと思,思いますはい失礼いたします